話されたりして、どんな印象でしょうか。そのフランスにもこれだけファンがいるという。意外でした。本当にありがたいことです。あの日本でもアニメーションはやっぱりキャラクターに対して関心が高くて、背景美術に関しては添え物、脇役的な存在でしかなかったんです。そういう時代に私はやっぱりこういう、背景の世界の大事さを訴えたくて、それにはこの作品、あのガンバとか、家なき子というのは一番こう向いた、あのそれに適した作品だと思って頑張ったわけです。今回も本来は物置の隅で埃をかぶってたのが、こういうふうにね、日の目を見られて、本当に作品たちも喜んでると思います。どうしてですか。やはりこう若い人たちに伝えたいという思いがあるのでしょうか。あの自分が一番大事だと思えていること、本音の部分が若い人たちにどのように受け入れられるか、やっぱり共感を持って受け止められるとこちらも嬉しいですからね。価値観が共有できるということです。あの絵を描かれるときに最初からこう決まったイメージがあるのか、それとも描きながらこうイメージをされていくのか、はい、教えてください。やっぱり本来あのイメージは事前にありながらも、決してイメージ通りにはならないということやら、描いてみなければイメージっていうのはあの定かにならない、つまり結果は予測できないんです。大まかには方向性は定めてかかります、あの取り掛かるんですが、実際出来上がりは全く違うものができることがあって、自分自身が意外性にこう驚きと励ましを受けることがあります。どれが一番お好きな作品、書かれた中で好きなアニメの作品でしょうか。それはまたそれはなぜですか。それと、そう、家なき子のレミの家、あの辺りはやっぱり思い出が多いです。一番このアニメーションに対しての作品に情熱を注いだ、2作品だと思います。なぜこの北フランスで展覧会をすることに承諾されたんでしょうか。とにかく北フランスというところは私のふるさとによく似てまして、大変この親しみと、それから、気持ちの良さ、自然の美しさには感動してます。取り組んでらっしゃるものはどういった作品ですか。はい、自分に何ができるか、そういうテーマで、過去にも、自分にとっても、そして世の中でも過去になされてないなんかあり、あの作品のあり方を手探りでやってます。ポイントはオートマチズム、偶然と意外性を求めてのオートマチズムが中心で、非具象絵画です。